昨日遅く福岡市中央区の路上で男性が刃物を持ち、バイクに乗った2人組の男に現金300万円が入った封筒を奪われました。男性は顔面を切られていて、警察が強盗傷害事件として捜査しています。警察によりますと、昨日午後10時前、福岡市中央区平和の路上で26歳の男性が知人と待ち合わせをしていたところ。 バイクに乗った男2人が近づいてきました2人はバイクから降りると男性を脅した上持っていた刃物で切りつけるなどし現金300万円が入った封筒を奪ってそのまま逃走したということです男性は顔を切るなど軽い怪我をしています逃げた2人は共に黒のフルフェイスのヘルメットを被りバイクはスポーツタイプの中型だったということです 警察は強盗傷害事件として2人の行方を捜しています。